ノルウェー戦績のシップ、クリスチャン・ラ・ディック・シップとは、3本以上のマストを持ち、その全てに黄斑が張られた小船のことである。18世紀から19世紀初頭に使用された搬送形式で、同時期に使用された類似した搬送形式であるスクーナー、バーグ、バーケンティン、ブリック等と区別するために、フルリグド・シップと呼ばれる。この型の搬送をフリゲートと呼ぶ場合もある。 シップという名称は軍艦としても用いられるが、正式にはシップスループと呼称する。10から20のホーを持つ船のうち3本のマストを持つ帆船を定義している。ホーとマストの数で定義されるため、帆の種類は前述したような横藩に限定されない。単にスループと呼ばれることもある。初期のシップ搬送はキャラックに近い搬送形式であり、 フォアマストとメインマストに、王飯、ミズンマストにラテンセールが貼られていた。後にラテンセールの上に、王飯のトップセールが貼られるようになり、ラテンセールが、ガフセールへと変化していった。船体が音が高するに従って双方面積も拡大していき、それに伴って、双方を容易にするために、マストやホが分割されていった。マストやホには、系統的な名称が付けられ、 他の搬送においても同様の名称が用いられるようになった。三本マストのシップの搬送シップのマストは選手から船尾に向かって順にとなっている。また、それぞれのマストは複数の小さなマストで構成されている。最下部のマストは単純二条機のマスト名称にローアーを付して故障し、例えばフォアマストであればフォアマストローアーなどと故障する。それより、 上のマストは、下から順に、と呼称する。マストの中で最も下に位置する最大の、そのマストにおけるホは、コースセールであり、単純に、マストの名前で呼ばれる。例えば、フォアマストであれば、フォアセールである。コースセールより高いホも、基本的に、マストの名称を用い、下側から順に、と呼ばれる。ありがとうございます。